ことで、まあ、こんなにもね若者が成長していくんだなっていうのを間近で見られて、まあ、正直驚きました。だから勝つことってこんなにすごいんだな、こんなにもね大人にさせていくんだなっていうのを思った夏でした。不思議に思うんだ、なんでこんなに夢中なの。ざっとどれだけの時間をここに費やしたろう。今日も勝ってね、次につなげたかったけども、まあやっぱり勝負事って必ず勝ち負けがあるし、相手が上だったかなと思います。でも君らはね、一生懸命やってくれて本当にいい思いさせてもらったし、いい経験させてもらったし、まだまだこれからにつなげていくことがたくさんあるので、それをまた1、2年生もしくは来年以降にまたつなげていきたいと思います。で、本当に3年生ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。まず最初に今日アルプススタンドに、まあ、この間前回以上大勢の保護者、同級生、地域の人が来てくれました。それだけまあ君たちはこの夏に人の心を動かして、それだけのまあ試合をしたということは立派な戦いだと思います。去年の冬振り返れば、まあ、チームはバラバラ、力はあるけどこいつらいいところまで行って負けんじゃねえか、まあ、そんな感じがした。去年の冬は、まあ、いざ夏が始まってそれだけ一つ一つ勝つことで、こんなにもね若者が成長していくんだなっていうのを間近で見られて、まあ、正直驚きました。だから勝つことってこんなにすごいんだな、こんなにもね大人にさせていくんだなっていうのを思った夏でした。今年の春の大会関根学園に負けて、まあ、そこからまあゴールデンウィーク、まあ、特訓したいな、まあ、みんなが他のチームが公式戦戦っている中、いいな、いいなと指くわえて、俺たちが泥だらけになってさ、練習して、その後の練習試合は、今日負けるまで公式戦含めて、お前一回負けてねえんだよ。分かる？そうだよ。まあ、引き上げあった。だから、それもすごい。俺も8年間監督やってきた。やっぱ勝ち続けるって、やっぱそれは偶然じゃないし。力があった。でそこにさらに、まあ、チームが一戦一戦戦って勝つごとに一つになっていった、一つの大きな束になっていったのが俺この夏の甲子園だ。そういう意味ではこんな夢舞台の甲子園球場でね2試合戦わせてもらって、まあ、俺も実際夢のような時間でね、今日の最終回のツーアウト満塁、甲子園球場全体すごかったよね。あんなのもうテレビの中の世界じゃん。俺自身も見てて、あの試合見てて、いやすごいとこだな甲子園。だこんな中で試合ができたっていうのは、まあ、そこでまたあれだけの試合ができて粘った君たちの野球は素晴らしいと思います、ね、だからまあこれから、まあ、今日でね、まあ、3年生も終わってしまったけども、これから俺野球続けるもの、また進学するもの、もう野球はこれで一区切りするもの、でこれから就職するもの、いろいろ様々だよね。でこれからいろんな試験が待って、ぜひね今野球で勝ち続けたのと一緒で、そういうこれから試験があるもの、就職だから進学でいろいろあるけど、まあ、勝ち続けていってもらえる、で自分で自分の道をしっかり切り開いて自分の人生を、ね、まず一歩、ね、いいものにできるように、自分の希望するところに行けるようにまた粘って頑張ってしっかりやってもらいたい。本当にありがとう。まあ57年間生きてきて、まあ、野球小僧のまま大人になっちゃったんだけど、本当続けてきてよかったし、まあ、君たちと出会えてよかったです。本当にありがとうございました。以上です。まあ、今日はちょっと負けちゃったんですけど、
まあ、みんなとここまで野球できたのは本当に良かったですし、自分が新人になってからキャプテンやらせてもらって本当にいろんなことあったんですけど、今副キャプテンだったりマネージャーだったり本当みんなに支えてもらって1年間やれたと思います。夏の大会、まあ、始まってからも少し不安だったり、っていうのはあったんですけど、まあ、一戦一戦勝つごとにチームの一つになったと思いますし、まあ、そこでこうまた団結力だったり、またこう勝利、まあ、勝ちたいっていう気持ちがどんどん湧いてきて、まあ、最後こうやって甲子園に来れて、まあ、一つ勝つことができてよかったと思います。本当に自分はキャプテンとしてはこうあんまりいいキャプテンじゃないと思うんですけど、まあ、ちょっと自分なりに、1年間頑張ってきました。本当にこう新潟県の大会からも自分はあんまりこう打つことはなかったんですけど、初戦だけこう打っただけで後からも全然打ってなくて、本当みんなに甲子園に連れてきてもらって、で今日、本当チャンスの場面で今まで助けてもらったからこう打ってかわしたいっていう気持ちはあったんですけど、こう一本打てなかったので、まあ、そこはちょっと、まあ、自分これから大学でも野球するので、まあ、そういったところに生かしたいと思います。本当にこの仲間と出会えて佐野を選んで野球を続けてこれて本当に良かったと思います。ありがとうございました。伊沢甲子園に連れてこれて良かったです。伊沢は本当に新潟県一のマネージャーだと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。甲子園バフォース。